はい、こんにちは、116ウィンズです。昨日ですね、ヒューストンアストロズのジャスティン・バーランダーがアストロズの一連のサインの盗み問題が顕在化して以降初めて公の場に姿を現しました。で、それがですね、 BBWAA 全米野球記者協会主催の夕食会に、バーランダー招待されていたんですけれども、その夕食会でですね、バーランダー昨年のサイ・ヤング賞を受賞していますので、スピーチをしたんですね。で、そのスピーチの中でバーランダーがちょっとこう波紋を呼ぶような発言をしてしまったので、ちょっとこの点についてですね、話していきたいなと思います。はい、で、その発言がこちらになります。こちら、バーランダーがアストロズ球団への感謝を表する中での出てきた発言なんですけれども、ちょっと読み上げますと、訳すとこう、皆さんご存知の通り、アストロズは高度なテクノロジーと分析技術を誇っていると、バーランダー言ったんですね。で、発言の仕方からも推測されるに、ちょっとこう先般のサイン盗みに関する、ジョークとも受け取れるような発言をしてしまったんですね。で、さすがにバーランダーがこんなこと言うとは誰も思っていなかったんで、ちょっと会場もですね、結構騒然となったみたいなんですけれども、ちょっとバーランダー発言が軽率すぎるんじゃないのっていうのはちょっと個人的に思ってしまいましたね。もちろんバーランダーっていう人が割とこう思っていることをスパッと言う人であることは、以前からもそうだったんで、もちろん知っているので、そういう発言をしたことに驚きはないんですけれど、ただちょっとタイミングが悪すぎると言わざるを得ないですよね。MLB 側も非常にこう一連のアストロズのサイン盗みに関する問題を非常に重く受け止めている中で、当の選手側、バーランダーの認識が、この程度の軽さっていうふうにも受け取られかねないんですよね。で、さらに言えば、アストロズはこの一連の問題で球界中からの信頼を失っているわけですよね。で、一度失った信頼を取り戻すためには、今後行動で示していく必要が、チーム一丸となってやっていく必要があるのに、バーランダーがですね、こういったこうジョークとも受け取られかねないような発言をしてしまったのは、申し訳ないですけど、ちょっと軽率と言わざるを得ないですね。こんな発言をしてしまうぐらいだったら、よっぽどファンフェスタでのアレックス・ブレグマンが、サイン盗みに関して何を質問されても、ひたすら同じ回答をするっていう方がよっぽどマシだったなっていうのはちょっと思ってしまいましたね。そのブレグマンの発言については、お疲れマンモスさんの動画をご覧になっていただければと思うんですけれど、ちょっとバーランダー、ちょっとこの発言は残念だなと思ってしまいますね。で、バーランダーは割とこう不正には厳しい人で有名なんですね。過去にはサイン盗みを批判するような発言もしていますし、こちらデトロイトタイガース時代の話なので、アストロズにトレードされる前の話ではあるんですけれど、サイン盗みを批判したということも、当然ありますし、他にもですね、こう選手のドーピングなどが発覚すれば、ほぼ毎回ツイッターでその選手を批判してましたね。それぐらいこう不正には厳しくて、で、本当にこう球界をクリーンにしようとしている人だなとちょっと個人的に思っていた選手であるんですけれど、そのバーランダーがですね、今回のサイン盗み問題、おそらく球団だったり MLB 側の方針で、特にその問題そのものに触れていないとは思うんですけれど、こういった形でですね、ちょっとこうサイン盗み問題を、ジョークっぽく言ってしまったのは、ちょっとバーランダーちょっと残念だなと思ってしまいましたね。で、そんなバーランダーなんですけれども、今年に入って初めてツイッターを更新しました。で、ツイートの内容に関しては、今日ヘリコプター事故で亡くなった NBA のレジェンドともいえるコービー・ブライアントへの追悼コメントになるんですけれど、ただですね、やっぱりその昨日のバーランダーの発言に対して、やっぱりファンもですね、あまりよく思っていない人も非常に多かったのか、このバーランダーへのツイートのリプライにですね、非常にバーランダーへの非難が集中している状況です。正直、このコービーへの追悼コメントに対してのリプライでバーランダーを非難するような、言葉を送りつけるファンもどうかとは思うんですけれど、ただやっぱりそれだけファンの怒りを買ってしまったわけですよね、あの発言は。今後バーランダー、アストロズの選手もそうですけれど、今回のサイン盗み問題に関して、どういう発言をしていくのかはもちろんまだわからないんですけれど、
もう少しですね、真摯にこの問題に向き合ってほしいなというところが一人の野球ファンとしての願いかなというところですね。はい、ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご紹介したいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。